強すぎる。ところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。あのイーケツした巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。食うだけど他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのか。もしかして、くそ、エレン無事だったみてえだな。僕は平気だ。アステマトイにはならない。やるよ。エレンだ。だがエレンなら、あいつが来た右翼側にいるはずだろう。僕の企画書には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。あいつになるよ。このままじゃどうにもならない。巨人を避けて先に進むよ。いっちゃー、あの縁談、助けが必要だな。よっと、
らねえと壊滅しちまうぞ。陣形が乱れちまってるようだな。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。よし、少しでも長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。刃をぶち込まれてえか。ある巨人への認識が甘かった。ダイナちゃん、しっかり頼むぜ。了解だ。始末してやる。やるよ。
人の群れが。やっぱりこいつが呼んだのか。こっちに向かってきやがる。鈍くなったぞ。時間稼ぎは十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ？あっちは中央後方。もしかして、エレンがいる方へ。あいつの馬だけか。だが一頭でも戻ってきてよかった。俺たちの馬も連れてきてくれりゃいいのに。くそ、これじゃどうすることもできねえぞ。そりゃあの巨人を追い抜いてリヴァイ班のところまで先に行くってことか。大丈夫なはずないだろ。奴は知性を持ってる。危険度は波の巨人の比じゃないんだ。
どう動くにせよ、体勢を整えてからだ。今は俺たちの馬が戻るのを待つしかないだろう。まさか一人で行くつもりなの？とにかく落ち着け。仲間が死にに行くのを黙って見送れってのか。無茶だ、待ってくれ。無事でよかった。あなたが心配で追いかけてきたの。リヴァイ班を探しているんでしょ。一人じゃ危険だよ。私も手伝う。中央の後方あたりにリヴァイ班がいるってアルミンは言ってたんだよね。作戦企画室の情報とは違うけど、私たちは信じて探してみよう。そう、巨人の接近を許すとは。苦戦してるみたい。私たちも手伝おう。次だ。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班がどこにいるか知りませんか？リヴァイ班、こんなところにいるわけがない。作戦企画士の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。この辺りには複数の班が展開しているはず。順に回って情報を集めてみようよ。ここは。なんでこんなところに巨人がいるのよ。あそこで戦ってる。急いで加勢しよう。探してるんです。見かけませんでしたか？え、リヴァイ班は全然違う配置じゃない。こんなところにいるはずないわよ。この人も見てないみたいだね。とにかく残りの班の人にも聞いてみよう。討伐完了。あの色は、助けに行かなきゃ。いいところに。巨人が邪魔して拠点が設営できないんだ。手伝ってくれ。片付けよう。やるよ。相手になるよ。
ありがとう。伝令のために違反から離れたところを襲われちゃって。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。早く兵長とエレンに伝えないと。知性のある巨人？わかった、案内する。あなたは私の伝令任務を代わってくれる？わかりました、あとは頼みます。あの赤い円盤が見える？兵長たちは今あっちの方向にいるはずだよ。急ごう。巨人が現れてエレンを探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか？一体何がどうなってるんだ？おい、余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。するしかねえな。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。立体軌道に移りましょう。リヴァイ兵長、指示をください。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り俺を監視するためなんじゃ。俺たちはこのまま馬で駆ける。いいな。駆けるって一体どこまで？それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか？エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。なんで俺は人の力にばっかり頼ってんだ。自分で戦えばいいだろう。やめなさいエレン。巨人化が許されるのは自分の命が危うくなった時だけ。エレン、お前は間違ってない。やりたけやれ、俺には分かる。どんなに力で抑えようともこいつの意識を服従させることはできない。俺たちの判断は当てにしなくていい。選べ、自分を信じるか俺やこいつらを信じるか。俺には分からない。ずっとそうだ。自分の力を信じて、信頼に足る仲間の選択を信じて、結果は誰にも分からなかった。せいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。
進みます。目標加速します。走れ、このまま逃げ切る。兵長、進め。とは一旦別行動。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。今、まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。分かったか。はい。